皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。ということで今回はミニ四駆の動画をやらせていただきたいなと思います。ということで今回は新商品紹介と新商品紹介でございます。なんで新商品紹介が2個あるんだよという話になってくると思いますが、いつも通りの新商品と新たに、ね、限定で販売されるすごいキットがね発表されましたので、そちらの方をね紹介していきたいなと思います。ということでまずはね、時間のない方のために新しいね新商品、注目の新商品の方から紹介していきたいと思います。それではいきましょう、どうぞ。はい、ということでこちらがですね、タミヤミニ四駆公式さんが発表したコラボ企画、X ラージなのか X ラージなのか僕わかんないんですけど、有名なね服のブランドだったりとかするメーカーの X ラージさん×タミヤサイクロンマグナムのコラボが実現したということで、オリジナルスリーブボックスとボディステッカーが付属する限定仕様でございますと。このなんか服のね、まあ、ニューエラとかもそうですけども、なんか意外とそういうところとねコラボっていうの結構ありますよね。でまず画面がこんな感じになってて、めちゃめちゃかっこよくない？どう？このねサイクロンマグナムのいいところを殺してないんですよね、この X ラージさんが。ほら、しかも名前もさ、サイクロンマグナムプレミアム X ラージエディションっていう風にね書いてありまして、一目で、あ、サイクロンマグナムだっていうのが分かるにもかかわらず、よく見ると違うよっていうのがすごくよく分かる感じだよね。このファイヤーのさ、柄とかもさ、いつものやつとはま変わってて、GO のマシンってファイヤー結構太いじゃないですか。太めのファイヤーからこの細かいファイヤーに変わってたりして、まあ、すごくねイメージが違うというか、めちゃめちゃにかっこいいなっていう印象を受けてます。でボディも真っ白な感じですね。で限定のところはもうボディステッカーとこの箱ね、この箱よ。だってもうだって X ラージっていうのが一番でかく書いてあるんだもん。これさ、箱っていうかこのキット自体に価値があるよね。もう開けてミニ四駆でレアパーツ抜いて走らせるとかじゃなくて、このキット自体にすごいね希少価値があるんじゃないかなと思ってます。まあ、詳細はこちらって書いてあるんでしょ、見てみますか。きたー、子供から大人まで世代を超えて楽しめ、愛されている手のひらサイズの、四輪駆動模型ミニ四駆、1968年タミヤ社から発売以降、漫画やテレビアニメの放映により幾度となくブームが起こり、近年また話題となっている。今回 X ラージ×タミヤ初のコラボレーションでは、ミニ四駆を代表するモデルサイクロンマグナムが登場。シャフトドライブ四輪駆動を採用した高性能レーサーのプラスチックモデル組み立てキットと書いてあります。で基本はね多分普通のサイクロンマグナムのプレミアムと同じという感じになっております。まあ、AR シャーシの説明が書いてありますね。わ、かっけえなー、これ全部開けてもかっこいいもんな。色がこのような感じの塗り分けになっていると。でお値段がなんとワンサイズ3300円ということになっているということでございます。一応ネット販売もされるのかな、オンラインでの販売とかも書いてあったよね。オンラインストアあるね。3300円で、まあ、これはねもうみんな開けて使うとか作るとかそういうもんじゃないよ、飾るものですね。欲しいよって方はぜひ、これね絶対人気出るわ。だってかっこいいもん、このパッケージが、うん、僕もね絶対に買うと思います。その他にも X ラージさんはね、確かね服のメーカー、ほら服のねファッション系のメーカーだった気がするんだよね。あ、そうそうそう、こういうのよく見るしね、 T シャツとかさ、こういう感じの T シャツがよく街中に見るしな。そう、ファッションのメーカーですね。はい、ということでね、両方好きだよっていう方はね、ぜひね購入を検討されてみてはいかがかなと思います。はい、ということで続きましてタミヤの方の新製品でございます。いよいよねもう発売も間近に迫っております。ミニ四駆超速ガイドもそうですね、今年も僕はこれはね絶対に買うよね。僕たちの知っているあの人とかも出てるということですんでね、ぜひ見てください。はい、でそしてねこれ見て、ロードスピリット、これもね販売されるそうですね。いよいよですね、8月28日ということで、もうあと1ヶ月、ちょうど丸1ヶ月でいよいよレーザーミニ四駆が発売されることになっていると。でコロコロコミックでは、こちらのねロードスピリットに出るミニ四駆キングがいよいよね始まるということですんでね、皆さんもね来月コロコロコミックと、そしてねこのレーザーミニ四駆楽しみにしておいてください。まあ、全体的なねフォルムはね賛否両論あるんですけれども、俺はね色はいいと思う。
すごい今オブラートに包んだ感あるけど、色はいいと思う。でこれに関してもこういう使い方をするかどうかは正直わからない、わからないけれども、まあ色味的にもありだし、この形状のパーツが出てくることによってまた新たな何かも絶対出てくるんですよ。でそういった意味では新しいパーツとして面白いかなと個人的には思っていますんでね。レーザーミニ四駆の時代、伝説が始まる。これやっぱフロントスタビライザーなんだ、これで倒れなくするんだね。だもしかしたらすぐみでモーター何でもいいよとかいうレースだったら、もしかしたらすぐみの状態でね、すぐみの状態でハイパーダッシュとか入れてもレーンチェンジとか入ったりするかもしれないね。そういった意味では強いのかなと思います。非常に良い。このリアのねブレーキとか、これ角度変えれるらしいからね、ブレーキの角度をねこうほら AB とか変えれるんですよ。これはねめちゃめちゃいいと思ってる。これねみんなのブレーキセッティングっていうのは今後変わってくるかもしれないし、これ透明だからもしかしたらプラスチック染めたりして自分の好きな色にできる可能性も出てくる。だからこれの透明を出してほしい、透明ね。で自分の好きなカラーにしてとか、カーボンと組み合わせてとか、よりかっこよくみたいなねブレーキステーが作れるんじゃないかなと思っております。これはね多分かっこいいよね、これ一番の目玉やと思う。はい。でそしてレースピア、コーラ GT この前ね、宣伝させていただきました。でみんなの目玉エレグリッドはなんかこの前ね先行発売されてたよね。しかもさあのシルバーで販売されてて、シルバーのモデルもやっぱかっこいいなと思ったけど、このエレグリッターはねメカメカしいフォルムとこのホイール、これがねめっちゃかっこいいんだよね。まあ、そういった理由からね俺はこれ絶対に買うし、このホイールもバラ売りでねなんか色違いとか出してほしい。だって2色なんだよ、2色のホイールってめちゃめちゃかっこよくない？これね、まあ、それこそあのタケちゃんさんとか星谷さんとか2色のホイールを自分で作ったりしてるんですけど、あれめっちゃかっこいいのよ。で自分で作ろうと思ったら綺麗にできないじゃん、だからこれに頼りたいみたいなね、そういった意味合いでもあります。8月7日、もうあと1週間ぐらいか、これも1週間ぐらいで発売されます。まあ多分売り切れることはないでしょう。この VZ のカラーシャーシパステルブルーとかも売り切れることはないんじゃないかなと思います。とテーマ札のね水色とか入ってるのこれも可愛いよね、うん、これも売り切れることはないかな。なんでロードスピリットは正直わからない、あ漫画次第だと思う。で超速ガイドも本屋さんに行ったら買えると思います。でカラーシャーシパステルブルーのとエレグリッター、こちらもおそらく買えるんじゃないか、安定して買えるんじゃないかなと思うんだけど、わからなくなってくるのがこの辺 HG カーボンマルチワイドリアステイとか、これもねめちゃめちゃかっこいいんですよ今年のバージョン。ほら見て2021ジャパンカップね、見た目がめちゃめちゃかっこいいよ、みんな知っとるわって話かもしれないけれども、これめちゃめちゃかっこいいし、カーボン削らない人たちはねこういうねこうプリントの色で合わせてきたりするから、ワンチャンなくなるかもしれないよね。でグレードアップパーツセットのこのクラシックバージョン、これはね消える、うん、これはね断言してもいいぐらいに消えると思う。こっちはね正直わかんない、スペシャルキットに関してはこれはね消えると思う。なぜならマニアがもう買い漁ると思いますからね、使えるパーツが入ってるわけじゃないんですよ。だけどまあ早急に消えるかどうかわかんないけど、今までの経験上気づいたらなくなってる系なので、まあこれ欲しいよって方は早めに購入をしておいた方がいいかもしれません。で 19mm のローラーね今回黒です。黒はね売れ行きすごくいいです今までも。で瞬間的になくなったのはあんまり見たことないんですが、結構他の色に比べて早くなくなっていくよっていうイメージなので、黒のねアルマイトがかかったローラー使用したいよっていう方はこれはねちょっと早めに、結構早め、なんか思ってる以上に早めかな、発売したその週ぐらいを狙って、買いに行かないとおそらくないのかなと思います。うん。でマットブラックな感じでねすごく見た目もいいので、これもねぜひ購入を検討されてみてください。でねあとはこれ、これはね清掃が来ます。はい。どうせタミヤも多分人数分用意できないでしょうと個人的には思っております。おそらく数の取り合いになる、うん、これに関してはね、これはねたくさんこうお店に入るものじゃないんですよ、必ずショートするんですね。今まで数通りに入ってきたっていうのを聞いたことがないので、これは必ずお店に置かれる量も少なければ買いたい人もたくさんいるので、間違いなくショートするし競争が始まると思っております。ですのでその競争に勝つには予約しかないね、予約しかないので必ず予約をしておくことが重要です。これはもうミニ、今のミニ四界隈においてこれはもう人権パーツと言ってもいいぐらいなので、僕もね結構たくさん買うので、ね、皆さんもできれば数をたくさん、予約しておくことがいいのかなと思います。このカーボンマルチこれはね多分めっちゃ売れ残れる
これはねめっちゃ売れ残る。ハイパーダッシュ2021両軸の方ですね、注目していただきたいのは、片軸の方はね毎年若干売れ残ってます。売れ残ってはいるけれども最終的にはなくなるんだけどね。うん、まあ早なくなるペースが早いのは大体この2021年バージョンとかなんですけれども、売れ残る年もあります。まあそれはですね、もちろん皆さんも分かっている通り、モーターの性能ですね、このハイパーダッシュ使ってみて良かったか悪かったかっていうところで結構変わってきますんで、それはね周りの人の反応だったりとか、とりあえず一箱買ってみて自分でね走らせてみて、あいいなと思ったらたくさん買うとか、まあ、しないと瞬間的にねピッてなくなるんで、最初の1ヶ月ぐらいはもう放置されてるぐらい、あどこにでもあるね思ってたら2ヶ月目から一気になくなって、再販がされないからもうどんどんなくなっていくみたいな。2018年のやつとかだって今1個1000円でも安いねって言って買う人がいるぐらいだからね。なので、まあ、そこら辺もね、皆さんよかったらモーターもチェックしてみてはいかがなというふうに思います。公式大会が始まったらねハイパーダッシュめちゃめちゃ使うと思いますんでね。であとはこの辺も、マニアックな感じの内容となっているという感じでございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の新商品紹介、X ラージさんのねコラボのやつ、あれめちゃめちゃにねかっこいいよね。あれに関しては俺は急いで手に入れようと思ってるけど、おそらく多分数は用意してくれるんじゃないかなと思っておりますので、そんなにね焦って買う必要もないかなというのが、正直なところでございます。で、新しい商品に関してもブレーキステイだったりとか、レーザーミニ四駆のロードスピリット、あそこら辺は、欲しい方はね予約をするなり、なんなりねした方がいいんじゃないかなと個人的に思っております。ない時にねやっぱ悔しい思いをしちゃいますんで、皆さんよかったらぜひやってみてくださいということで、はい、ということでまた新たな新商品が出ましたら紹介させていただきたいなと思いますので、この動画が面白かった、役に立ったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。Better.